サバティークラブ東洋楽隊カップ、皆さんこんにちは、ション楽隊長でございます。ただいまこちらですね、寒いと茶園にあります、セントラルプラザでございます。で、ですね、コロナ後ですね、この茶園がですね、もう店が閉まりまくってシャッター街になってるっていうのをね、まあ他の方もね、投稿とかねされてたりしますけど、実際ね今どうなってるかっていうのをね、まあ、これからちょっとね、歩いて見てみたいと思います。このセントラルプラザから、セントラルプラザかから、これ方角どっちになるんだろう先端の方ね、半島の東になるのかな、東になるのか南になるのかな、まあとりあえずね、そちらの方にね歩いて見てみたいと思います。道を間違えました。ここまでね車に乗せてきてもらったので、てっきりこの道がね、チャイハーズかと思ったらどうも違うみたいですね。とりあえずね、チャイハーズの方にね出たいと思います。今ですね、私がどこに、自分がどこにいるのかよくわかんないんですけど、セントラルのねちょっと近くのなんか変なところ適当に歩いてたら、バービア街みたいなところにね出てきました。でね、なんか賑やか、もう店がね結構開いてますね。初めて来たので普段がどうなのかわかんないですけどね。で多分もうこの辺歩いていけばね、チャイハーズにね出られると思うんですけどね。あれどこなんだろうこれはい、こんなね賑やかなところね今、歩いてます。なんだこれ、バービアなのかな、クラブって書いてあるな。なんだ、この左側はなんか大きそうな店があるな。ヘンリーアフリカズバー、アフリカ人とかいたりするのかな、店員さんに。あ、なんかね、なんかホテルとか書いてあるので、多分何らかの通りに出たと思います。今チャイハーズに出てきました。どの辺りか分かりません。多分ね、セントラルをね真横に来たぐらいのところだと思います。でここにホテル、ジミー、レニーズホテルって書いてありますね。はい、これ右側ホテルかな、パワーン、マクドナルドがあります。左にはインフィニティってバーかな、ありますね。はい、で右側にこれトップ店というね、シーフードかな、これシーフード料理ですね、開いてますね。とん寒いジュースバーということはお酒はないのかな。はい、ここはステーキバーベキューシドニーステーキハウスというお店です。はい、でこれ右側ね今なんか作ってますね。ここも作りかけですね。でここは何かが閉店してます。はい、なんだこれ、
ヘッブンチャースタジアムってもうないか、外線列車ですね、カバン屋カバン屋じゃない、帽子屋だ。で、両替、はい、ココナッツハウスリゾート宿泊所ですね。右側に、クリア、そして左側にもバーがやってますね。アイスランダー、ザ・アイスランダーというところです。で、右側ココナッツパラダイス、これはなんだ、マッサージ屋かな、はい、なんとかアイリッシュパブ。でか、はい、ザ、なんだあれ、なんとかホテル、サンホテルかわかんない読み方わかんないですけど、ホテルと下のね、レストラン、左側にね、またね、ちょっと音楽ガンガンかかってますけどね、バーがあります。リッチクラブかな、ここが、はい、やってますね。はい、右側ハーブマッサージですね。はい、で左側もなんかここのバービア群なんですけど、プーケットのね、バンラ通りみたいな感じのね、バービア群がありますね。で左、これ何があったんだろう、閉まってます、バーなんとか、バー&レストランって書いてありますけど、ただこの、ね、左側のね、バービアみたいなところは、まあ、ほぼ空いてるし、白人のお客さんがね、たくさんいますね。あ、まあ、ここはレストランなのかな、カップルとかもいますけど。で、ここ何かあったのが閉まってます。で、この通りは、なんか賑やかな通りありますね。これもバービアがみたいなところなのか。で向こう側、まあ、旅行会社で、ここローラマッサージやってます。お客さんがね、今ね5人ぐらいいますね。ちなみに今時刻が何時だろう、9時ぐらいかな、どこ行けないかな。はい、右側あれは何だろう、マッサージかな。これはなんだ、なんとかフード。はい、でちなみにですね、今日はですね、日にち10月の、29日の土曜日でございます。土曜日でね、昨日ね、私、この寒い子にね、着いたんですけども、この辺なんかも空になってますね。この送迎車、港からのね、送迎車の中で、送迎のスタッフの人とね、話してて、なんつったかな、なんかね、今日から何かがオープンするとかね、言ってました。寒い島のね、T シャツ、ありますね。まあ、あと、プラティン。デーンとかね、シンハとか、ジャソンサムイ、ね、ジャソン、J3 サムイ、はい、で、そうそう、昨日から、なんつったか忘れたけどね、何かがね、もう今日からオープンするかみたいなね、ことを言ってて、はい、セブンイレブン、ここは空いてます。で、なんか、その昨日ぐらいからね、まあ、お店の方もね、かなりもう空いて、空きますよっていうね、まあ、そんな話をしてましたね。まあ、ですからご覧の通り、まあ、ここは多分、チャウェンのね中心のあたりだと思いますけど、まあ、結構ね賑やかになってますね。コンボビーチクラブ&ゾーと。で、ここはなんだ、立派なマッサージ屋かな。これ左、旅行会社。で、ここは屋台街みたいなところがありますね。服屋さんがたくさんありますね。はい、オンリー
クランクってなんだこれ、ネイルヘアお店あります。はい、で両替所があります。あ、ちなみにね、私先ほどね、セントラルの向かいのね両替所でね、1万円両替したら2559バーツでした。ここはホテルか、シャウェンリゾート、あ、違う、シャウェンレジェンで、この左側ね、ずっとお店はね、まあほぼ開いてます。はい、でここもなんとかサウス、イーストバイスサウス、なんだこれ、マッサージ屋かな、こはい、旅行会社こちら開いてます。でその隣にねバー、なんとかショーって書いてありますよ、キャバレーショー。まあ、今ショーはやってないですね。でここはなんか基地みたいになってますね。何が中に何があるのか分かりませんけど、でこの左側のね、ここがちょっと寂しいな。これは何だろう、あのコロナで閉まってたのかな、まあ、それにとは結構新しいんでね、作ったけどまだ入ってない状態なのかもしれないですね。またこのなんとかローザバー、はい、これがノラノラチャウェンホテル、ノラチャウェンホテルやってないのか、いやでも電気はついてるな、やってるな、ここの手前の店がやってないですね。はい、で向かいダラサムイ、はい、またさっきの、無愛の宣伝カーがやってきました。まあ、多分ここねぐるぐる回ってるんですよね。はい、でザ・ステイ・キャベンビーチリゾートかな。はい、これ左、はい、左寒いシーフードグリランデレストランやってます。もうお客さんはねそんなに多くないですね。でこの右側ホテル、ムアンサムイスパリゾートですね。ここにねシーフードが出てます。あ、さっきの店の一角なのかな、これ。はい、ホテル、あ、ホテルの旅行会社で、これはなんだ、ルシークスーパー、なんかちょっとね異国風の、中東風のね、雰囲気のあるところですけど、で、カバン屋さん、美容室、はい、ここはザ、ザなんだ、ザなんとかバー&レストラン。この辺が中心になるのかな。はい、じゃあ、まあこんな感じですね。あ、ここから一方通行なのか。はい、じゃあね、まあこの辺でね、撮影の方ね終わらせていただきたいと思いますけど、まあ今ね、サムイ島の、チャイハーツですね、回転具合こんな感じでございました。
まあ、お客さんもね、多分昔はもの方がもっと多かったんでしょうが、まあ、そんなね寂しいとかいう感じでもなくてね、まあ、そこそこいるって感じですね。はい、あ、ちなみに今日、先ほども言いましたけど、今日は10月の29日土曜日でございます。時刻はねちょっと今時計ないんで分かんないんですけどね、多分午後ね9時ぐらいじゃないかと思います。はい、では、これで本日の動画を終わらせていただきます。はい、ご覧いただきましてありがとうございました。ポップマーカップサバディカップ。